皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子ロックのテーマは根拠のない自信を持ってもいいということについてお伝えしたいと思います。自信過剰っていう言葉は、まあ、確かにあまり良くないっていう風潮はあると思うんですけれども、ただ一つ自分を信じて動くことっていうのができないと全く前に進めないようなケースとかもありますよね。例えば非常にこう自分の中でも大きなチャレンジ、大きな仕事を やっていく、人から依頼されて私は本当にそれができるんだろうかっていう不安があるときには、誰かに言ってもらわないとその自信が持てないっていう状態じゃなくて、自分で自分に自信をつけるっていう意味で、根拠なくてもいいから自信を持ってできますとかやりますとか、前に進むための、決意をね、口に出して言ってみるとか、あなたは本当に大丈夫、信じていいですかとか仮に言われたとしてもですね、大丈夫です、お任せくださいって一度言ってみてください。そんなこと言って本当にできなかったら大変じゃないですかって、まあそういうお声ももちろんあるんですよ。あるんですけれども、根拠がなかったとしてもですね、とにかくやり遂げるんだっていう、まあ、決意に近い自信が仮にあったとしたら、そこに自分を合わせていくということで成長していくこともできるんですね。で、私はもともと営業職で結構大きい仕事とかたくさん取ってきてるんですけれども、その時ってやはりですね、相手の会社さんとお話をする時にやっぱりそのなんていうんですかね、自信というかきちんとやってくれるかっていうのを試すために、本当にこれはこういうふうにやってあなたにお任せして大丈夫ですかとかっていうのを聞かれる時とかあるんですよ。でその時に全てのことを答えられるかどうかなんて本当は会社に帰らないとわからないんです。わからないんだけれども、会社を説得する、戻ってから説得するっていうふうに思っていたので、はい大丈夫です、お任せくださいって言い切ってましたね。それ根拠のない自信です。社内はどうにかこうにかして説得するって思ってたので、ということはそれで即決です。相手の方もね、なので本当に実は調整してできないこととかもしかしたら出てきたらまた交渉とかするかもしれないんですけど、それを言い切るっていうことで、あこの人はそれだけの権限があって頑張る、やってくれる人なんだなっていうのを理解してもらうっていうことができるので、まあそれは法人営業の場合ですけれども、もちろん個人で先生でやられている場合でもですね、これができるんだろうかできないんだろうか、誰かからそれは大丈夫ですかって言われたら、やってなかったとしても大丈夫と言ってトライをすると基本できるようになります。ちょっとね、人って負荷かけて成長していくものなんですよ。だから負荷をかけるという意味でもできますと言ってやった方がいいので、チャンスをね逃したくなかったら根拠のない自信でもいいから外側の自分を作ってからそこに合わせて内部を調整していくっていう方がはるかに夢に近づくし、やりたいことがねできるようになります。だから自信には根拠がなくてはいけないのか、スキルがなくてはいけないのかっていう話なんですけど、まずは言い切ってからやってみるっていうふうにしているうちに自然とスキルが身につきますから、スキルが身についたら自信が持てるっていうふうに思っている人はもしかしたら順序が逆かもしれないので、今日はねそんなお話をしてみました。ぜひ何かね問われた時にはわかりました、私にどうぞお任せくださいってちょっと言ってみてもらうとねいいかなっていうふうに思いますので、はい、ぜひ頑張ってください。それでは。